学校の成績が良くなくて不満だわという気持ちを起こすようになります。他にも住んでいるところが惨めで不満だわ。貧乏で不満だわ。見栄えの悪い生活で不満だわ。ルックスが良くなくて 不満だわ。認めてくれなくて不満だわ。こうして不満だらけの生活を送るようになってしまうことがあります。誰かと比べて劣るので不満だわ。このことを劣等感と言います。 劣等感が重症化すると、妬みになります。妬みは、あらゆる人に嫌われるのです。これこそ本当の不幸というものです。誰にも相手にされなくなる。学校でも、会社でも、